徳川軍は小牧にて勝利を収めた。だが秀吉は信雄を懐柔、和睦を果たし天下人の座を手にした。ここに戦乱の終わりを見た稲姫は真田幸村の兄信行に嫁ぎ弓を置いた。数年後秀吉が死去、家康が天下取りへと動き出す中、新たな戦乱の火種が生まれ始めていた。殿、父上、そして太平の世、私は全てを守ります。最終話、上田城防衛戦。大切なものはここに。お方様、見ていてくだされ。戦場の雄が雌雄を決する時代は終わった。父上、私はもう一度だけ弓を取ります。やっぱ弓取るんだ。やっぱ大変に埋もれたくないもんね。雪村様にこうして家康を討とうよ。また乱世が来るから、これが最後の機会よ。この戦いが終われば私はまた弓を置きます。でも戦場を感じたら体が反応しちゃうんじゃん。であればそんな私と戦います。嫁御殿の自らの出迎えとは殊勝なことである。早速孫の顔を見せてはくれぬか。乱を望むご兵士、しきれぬもので人間を下ろして城に入れるわけにはいきません。さすがは姉上。私も真田の意地をお見せいたそう。決める。北が手薄だ。北からも攻めよ。Yeah!
める。逃がしません。やっはっ。決める。あんたはさ、決める。やっ、決める。逃がしません。やっはっ、決める。えいっ、ここまで。敵将撃ち取りました。やっ、姉上の魂は昔の戦場で感じたままのものだ。ならばその魂をこの槍で打ち砕いてみせましょう。戦えないイナチンはただのイナチンよ。だから何度でも戦ってあげる。このようなところで手こずるわけにはいかん。全軍進め。必ずや徳川の天下を覆すのだ。Come on!
飛んだ兵八郎を取らず助太刀に参った。これよりこの地を修羅と化す。わしの伏せよ。父上、来てくださったのですね。見事に押して参る。敵に背を向けるなど本意ではないが。敵将討ち取りました。ずるいよ。太平の世になったらあんただってこうなるんだよ。これはあんたの未来だよ。それでもいい。その代わり戦いでは満たせなかった何かが満たされる。だから私は弓を置く。あんた本当に強い。私はあの感覚を忘れられる自信ないよ。大丈夫、私だって自信ないけどね。人は強いんじゃない、強くなっていくのよ。